当店はサービス期間中でしての特別プレゼント差し上げてますのじゃ。なんだこれ、このわしの新発明品の実験台としてじゃない、いやいや、とにかく料理の他にもいいものをあげるのじゃ。それから料理の代金は全部で300ゴールドする。これドラケエのこれ換金か、これレートは。お金を用意して待っておってくれよ。来るのかこれ。あ、確かにこれ画面のこれ足日がおかしいな。え、これどうしたらいいんだ、これ画面の足日が。ちっちこい、驚くべき、これ驚くくらいこれちっちゃいな。何これ、おかしくね、これどうなってんの。君のお父さんならさっき2階に上がっていきましたよ。どうすんだこれ。え、いや、キャプチャー、これキャプチャーにする。いやでもキャプチャーだとめんどくさい、これアマレコに、アマレコ直にやってんだけど。これおやじどこだ。いや、おやじこれでも見れなくない、まあ、これでいくか。これアクション RPG。 お、なんだトンコか。待って、この人の声忘れてた。出前の料理のお金は300ゴールドか、よし受け取れ。常に歯見せてんだ。300ゴール手に入れた。いや、父さんがここで何をしてたかというとな、変身。あ、ひどい。出来損ないのむっ、ギャ、これガチャピンじゃん。父さんは去年のカーニバルで使ったこの手作りの怪獣をの着ぐるみを探してたんだよ。マックスだ。確かになんか企画の時になんかマックスさんこんな感じの服装してたな。ガオ。全然怖くね、恐怖感がみじんもないんだけど。父親のこのおかしな体育感性にはどっかついていけないトンコであった。拳銃で撃たれないな、さすがに。ゲームオーバーじゃん、その時点で。よし、降りるぞ。来たんじゃね、出前。あ、きっと出前ね。お父さんにもお金もらってるんでしょ。お兄ちゃん早く出てあげてよ。あ、どうもお待ちですのじゃ。先ほど電話をいただき出前に参上したサービス課のジジイですじゃ。名前ジジイかよ。本名あるだろ、通りな。代金はきっかりきっちり300ゴールドでございますじゃ。しっかりぴったりいただきます。コミュニケーションでやる人ないだろ別にこんなの、うん、そしてお前さんには実験台になってじゃなかった、今回の記念すべきプレゼントをお貸ししましょう。ぜひお試しあれ。それでは今後ともサービスカフェをよろしく頼みますのじゃ。よし、え、でかいな、こんなでかいの。待って、こんな料理でかいか、こんな大量に。え、きたー、これを着てレンタヒーローになるんだよ、うん、中にはテレビアニメのヒーローみたいなコスチュームとメッセージカードが入っていた。このコスチュームを着れば誰でも本物のヒーローになれるぞ。さあ君もかっこよく変身しよう。謎の変身セットを手に入れた。謎の変身セットを手に入れたので、いつでも気軽にサクサク X ボタンで変身できるようになりました。ちょ、変身するか。ただし時と所々の事情により変身できない時もありますので。行くぞ。お、 HP と BT が。お、変身ポーズ。で、待って、この変身ポーズこれどう思う、これ。これはダメだろ。あ、あ、これ変わるのか、いろいろ。何通りあるんだ、変身ポーズ。あの、なんか
微妙だな。なんかパンツ履いてる感じに見えるんだけど、まあいいや。どうすんの、親父に話しかけんのか。アンキャオ、なんだ貴様は。この俺をやっつけに来たというのか。バカめ、痛い目に遭わせてくれる。ガチャピンが。すっかり怪獣になりきってる父親が襲ってきた。と、その時、父親がひそひそ声で話しかけてきた。そのヒーローのコスチュームはどこで手に入れたんだ。本当に親子の血は争えないな。父さんがそっちを来たかったよ。仕方ないけど、怪獣役の父さんがやられてあげよう。父親の心憎いまでの演出である。そんなわけでトンコは親子のバトルだな。うん、大の大冒険であったろ。大と誰だっけ親父、あ、名前あれぐらい清いバトルだよ。ガオガオ、あ、トン、トン、あ、ちょ、ワンパンチ KO だったんだけど、待ってこれやばい大丈夫か、これ不良の事故じゃないか、もしかしてこれ不幸の事故起きてしまったんじゃない。キャッ、お父さん大丈夫。もう何があったんだ。うわ、すごい迫力だぜ不良の事故だろ。やだ、迫力ありすぎよ。大丈夫なのかしら。うわ、これ大変だ。やばい、これ不幸の事故。待って待って、親を乗り越えて子は生きていく。あらあら、大変、ご主人大変、平気なの。キャー、あなた一体どうしちゃったの。ほんの軽く攻撃した、ほんの軽く小突いたつもりが、親父は派手にぶっ飛んで目を回している。なんだこれ、呆然と立ちつくんじゃないだろ。これなんか勝利のダンスだろ、完全に。これ呆然に立ちつくんじゃないって、完全にこれ勝利のダンスじゃん。レンタヒーロー、さっき見たな、これ。これカットできんのか。あ、できねえし。おい、これカットできねえじゃん。これ強制か。これオープニング強制だわ、さっき見たのに。アンチでもいいよこのコメント、うん、美味しいだけだから。こんな謎のツインって、あれデリヘルガールね、うん、あれがデリヘルガールだから。あの主人公の私服の姿が完全にこれあれじゃん、ファイナルファイトのコーディーじゃん。モヒカンモヒカンバギーゼ、もう長え、これオープニング箱のダウンロードコンテンツ。いや違う、これあれだよ、ソフト買って、ソフトアマゾンで980円だった。長いな。いや結構面白そうでしょこれ。これなんか悪と戦うらしいよ。このなんかスーツがなんか借り物だから、レンタル料を支払ってなんかヒーローとして戦いつつ街をなんか悪から守るみたいな、うん、俺にぴったりのゲームじゃん。超人アルバイター、レンタヒーロー、そう、レンタル料取られるから。今銭勘定してたじゃん。何の音だ、すごいなんか鳴ってるぞ音が。ゴーゴーゴー、何の音だこれ。えこのゴーって音なんだこれ。そういえば去年のカーニバルでもさ、あのヒゲのチャックが壊れて大騒ぎしたよね、お父さんって。あれもうこれ次の日かこれ。親父大丈夫か。親父生きてる、死んでんじゃない。フローリー、そっちの親父じゃねえ、そっちの親父じゃないだろう。あははは、仲むつまじい、これ。
夫婦じゃないか。いただ私がバカだったぐっすん。これ何うるせえなこれ。おじいじい、いやーどうも大変だったようじゃな。え、いやいや、さっきの大騒動は窓の外から見させてもらったよ。幸いにもお前さんのお父親は着ぐるみの クッションとなって 大怪我にはなってないだろう。それよりもこのわしが発明したプレゼントを身につけて。すごかったな、すごすぎてヤバかったですよ逆に。いやーそれよかった。お前さんに貸したアマはわしの自信作なんじゃ。お前さんが今見てるスーパーエナジーコンバットアーマーすげえな。わしが発明した戦闘用強化服じゃ。そこで頼みがあるんじゃが、お前さんにやってほしいことがある。どうかね、レンタヒーローになっていいんか。あ、これレンタヒーローになって守ると、ね、ニコ生の治安をね、うん、わしがお前さんにそのアーマーを貸す。お前さんは頼まれた仕事をして報酬を受け取りレンタル料を払うんじゃ。まあとにかくまずはお前さんにこのクリームキャストこれ自虐ネタか、確かセガが作ってんじゃなかったっけ、これこのゲームクリームキャストって。この中この放送の治安、いやそれはまあ無理だな、うん、よし、お前さんはセガから依頼された仕事のうちどれかを選んでその仕事を片付けていくのが使命なのじゃ。自分の家にもテレビがあるじゃろ。それにクリームキャストつなげてセガからの。ああなるほど、なんか思い出してきたな。うん、わしもお前さんの実力を見極めたい。とにかく最初は無料でアーマーを貸すから、やるかやらんかはお前さんが決めるんじゃ。これこのよくある手口だな、うん、この無料期間なんだかんだ言って無料期間抜けたらなんかちゃんと持ってるみたいな、その誘発させるテクニックだな。これよくあるぞ、営業でよくあるぞこれ。どれだっけ、クリームキャスト手に入れた。行こう。テレビこれか。トンコはテレビとクリームキャストを接続しました。調べると電源が入ります。薄いな、薄すぎだろこれ。電源入れた。クリームキャスト、お、メール。お、変身についてジャンプについて。 B ボタンはジャンプね、了解。アクション A ボタン、アクション了解。移動、もうこんなもんだろ。じゃあセーブするか。これいつのゲーム、俺が小学校の頃のゲームだな。よし、とりあえずセーブしよう。こうじゃ、トンコ。仕事あるね、仕事。ゲームの中でも仕事するのめんどくさいな。初仕事のお願い、行こう。はい、セガからの初仕事です。ヒーローらしからぬ地味な仕事ですか。何、マイルドバーガーという店の横で道路がドクター、道路でドクタートラブルがあなたを待ってます。え、ドクタートラブル、ドクターとどっちだ。千葉今親父が映ってたぞ、親父がコスプレしてた完全に。結構
サイレントヒルじゃないならこんなほんわかしてないよ。走り方がなんかオカマっぽいな。オカマか。ロックマンダスっぽいよね。これじゃないっけ。え、ここか。あ、違う。スマイルゼロゴードですって。待って。ちょっと待って。これどこだよこれ。